三、二、欢欢迎迎来到自习日语。大家好，我是小林呆呆，好久不见，请多关照。大家好，我是富田健太郎，开心就好，请多关照。大家好久不见，我是松道寒也。莫代拿啦。啊，我太难了呢，我都古くなっちゃったけどね。この動画を放送する日が、母の日に近いということがあって、母の日、エピソードをちょっとだけ喋ってほしいんですけど、一番好きなお母さんの料理は何ですかという質問。これは唐揚げですね。ずっと弁当で手作りの唐揚げをずっと作ってくれてて、でも逆にその友達が冷凍の唐揚げとか入ってて、それをこれ羨ましくて、逆にその手作りっていうかもうそれが当たり前になってて、だからその冷凍の方が美味しく感じてたのね。でもこう大人になって一人暮らしして実家に帰った時に唐揚げその出してくれると、わこんなうまかったっけみたいな、改めて思いましたね。僕はもう断然オムライスですね。いつでも作ってくれてた。もう逆にその周りのがいいとかお店のがいいとかも全然思わず、やっぱり自分の母のオムライスが美味しいなって思います。これは卵焼きかな。東京出てきて、あのなんだろう、お弁当とか持ってったりとかさ、学校とかした時に、あ、俺の小林家の卵焼きって味濃いんだと思って。確かに今考えればめちゃめちゃ醤油でしょっぱいのよ。しょっぱくて、でもなんかそれがやっぱ思い出の味だし、思い出の卵焼きだなって思うし、でだからこそこれで寿司で厚焼き卵作って、あれ配信見てくれた時に、おかんがめっちゃ上手じゃんって褒めてくれたのね。それが嬉しくて、だからもし今度、まあ、実家帰った時でもいいし、こっち来てくれたら作ろうと思う。食べてほしいな、俺の。かわいい。お母さん見てんの番組、テンタイランとハイエンは。めちゃくちゃ見てます。全然見てます。どういう反応だったの？もう毎週楽しみにしてるですね。すごい、誰よりも。感想は卵焼きダメじゃんってめっちゃ言われました。卵焼きの時は一番うまくなきゃいけないやつが下手じゃんって言われました。あれですよ、やっぱ3人がすごい可愛くて毎週楽しみにして見てくれてたんですけど、自分の両親も、一番ちょっと僕がやってしまったなってことがあって、カレーライスの回で自分の父がいろいろコーヒーとか結構工夫して作ってくれる、でも俺は意外と普通のが好きだよって。まあ本当にシンプルにお父さんが作ったカレーが意外とコーヒーとなんかリンゴを入れたみたいな、結構アレンジが加わってて。そういうのやってくれるんだ。意外と普通のカレーの方が美味しかったっていう。あれ今あげたじゃん、今一回。今絶対いい話だよ。親父の工夫が台無しでした。言っちゃったのをちょっと父が見まして、かなり家で拗ねていたと。あんなに俺こだわってたのに。いやでも僕嫌いなわけじゃないし、好きなんですけど、まあ、そこだけはちょっと申し訳なかったなって。お父さんすいません。お父さんの日になっちゃった、父の日になっちゃった。第1回は得意料理対決、これでなんか思い出に残ってることありますか？二度と生卵中国の人に。ウォーメン、ユエクイバキモ。あーちょっともう一回やり直させてくれないですかねみたいな言ってたんだけど、まあそんな気配は全くなく。いやリアルだったね、だから全部が。